山口敏太郎です。ですね、先日奄美に行ってきた話はちらっとアトラスラジオでも前回したと思うんですけども、地元のね、民俗学の先生が、新聞に連載していた妖怪のコラムを読ませていただいてたらですね、トシトンが首切り馬に乗ってやってくるぞみたいなことの資料がありまして、あれこれ四国の屋行さんが首切れば乗ってくる話と同じだなと思って、かなりびっくりしたんですね。トシトンは来訪神、仮面神として、文化財として認識されてますけど、四国のね、屋行さんはですね、来訪神としての儀式がなくなってるんですよね。で、僕は前々からこれ来訪神であってまれびとだろうというふうに踏んでたんですけど、なかなかその確信がなかったと。で、やぎょう日とか節分の日とか大晦日に妖怪のやぎょうさんがやってくるんですけど、これが来訪神であるという確証はなかったんですけど、今回ね、奄美の資料で、あ、トシドンとやぎょうさんは関係あるなと。で、また同時に僕の前々から思ってる黒潮に乗って人が移動してる黒潮の民、黒潮王国っていう人脈があったんではないのかなという、確信を強めたといった奄美の旅でした。人と会ったりいろんな場所に行ったりすることで、人間というのは研鑽を積むものですからね。我々妖怪の研究家もですね、いろんなところに行っていろんな伝承に触れることによって、違う地域の伝承がハッと気がつくことがあるというのが民俗学や妖怪学の、醍醐味といったところなんでしょうけどね。今日はですね、また前回と同じく奄美ちゃんにゲストに来ていただいて、奄美の不思議な話とか、歴史的な話とか伝説の話とかいろいろ聞きたいと思います。奄美ちゃん、どうもすいませんね。また前回に引き続いてということなんですが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱり奄美というとどうしても県民というイメージがありますけども、県民はやっぱりキジムナーとか本土のカッパの仲間なんですかね。皆さんそうおっしゃいますね。どうしても特徴がとっても近いので、頭にが平べったいこととか、くちばしのようなものがあるとか、あと背がちっちゃくて、その水辺に多くいるとかですね。で、魚の目玉が好きっていうのも沖縄のキジムナーとかぶるし、あとガジュマルの木の近くにいるっていうのもなんかキジムナーとかぶりますよね。で、なんか山に入っ冬場は山に入って夏場は川にいるっていう、県民の情報も九州のカッパの特徴と似てますからね。そうなんですか。そうなんですよ。だからね、逆にその九州のカッパの特徴を知らなかったので、そこはビンタロ先生に教えていただいて初めて知りました。ガラッパっていうのが大体南九州にいるんですけど、ガラッパはしゃがむと膝小僧が頭より上に来るんですよね。そうなんですね。で、そこも県民と同じだなと僕は思っていて、同じです。これ驚きました、今。同じものを見てたんじゃないのかなっていう気がするんです同よ。じものだと思います。ねえ。で、地域によってちょっと呼び名が違うだけであって、多分沖縄も奄美もね、鹿児島とか熊本で見られてるものも全部同じ物体ではないのかなと。奄美の人たちって見聞は普通に見たみたいなこと言うんですか？そんなに言わないと思うんですが、少なくともおじいちゃん、おばあちゃんの世代まではそういうお話は普通にあったみたいですね。あの道は見聞が出るから通るなとか、ここは見聞がよく出るからその気をつけろっていうのは普通に言われてたみたいです。じゃあ、奄美ちゃんは子供の頃、おじいちゃん、おばあちゃんに、
あそこは煙が出るようなんて言われた場所があるんですか？私は残念ながら祖父祖母はもうちょっと早めに他界していたんですが、亡くなっていたんです。うちの主人が、はい、よくそういう話を聞いてたみたいです。あ、そうなんですか。はい、ご主人が おじいちゃんおばあちゃんから煙が出るから行くな、ここに行くなとか、そんなことをよく言われていた。はい、もう集落の中でもうそういう話が普通にされてたみたいですね。あ、ご主人は どちらですか、奄美の。主人は笠利町の須野集落っていう、ええ、奄美大島北部に位置する集落の出身なので、ええ、そういう古いお話も、うん、結構周りの人たちがしてたみたいですね。私は残念ながら、ええ、中心部、都市部の那瀬っていうところの出身なので、ええ、もうそういう話はうちの母がじいちゃんから聞いたとか、そういう形でしか聞いたことがないです。なるほど。じゃあやっぱり那瀬はもうちょっと都市化してしまってたけど、周辺部の出身者は割と、ね、子供の頃まで聞いていたっていう感じですかね。そうみたいですね。あれですか、なんかでも奄美ちゃんのお兄さんが見聞を見たという話を前、はい、そうなんです、言った時聞きましたけど、あれはいつ頃の話ですか？あれはですね、うちの今、40、ええ、の兄が41歳中学生の頃だったので、ええ、今から25年とかその辺ぐらい前ですよね。前ですよね、うん、はい。さあ平成初期ですかね。はい、そうです。昭和末期ですかね、どっちですか？平成に入ってますね。入ってますか。はい、はい、その時に、はい、夕方頃に、友達、お父さんが野鳥の会をしている友達から双眼鏡を借りて、うん、市営住宅に住んでたんですけど、裏山がもう、うん、もうベランダの向こうが裏山なので、その裏山を双眼鏡で面白おかしく見てたそうなんですね。倍率を変えたりとかして、うんうん、そうしたらその遠くの方の山の高い木の上の方に、うん、兄の目にはもうその、まあ、夕方頃っていうこともあって、あまり色が見えなかったみたいで、うん、真っ黒にしか見えなかったらしいんですけど、うん、真っ黒い人が体育座りをして木の上に座ってたと。とても人間ではできないことですよね、体育座りして木の枝。もうその時点でもう本当にもう妖怪かもうお化けかっていうことで、ですよね。はい、その中でも特徴的だったのが体育座りをしてる、うん、膝頭が頭よりも高かったと、うん、でお兄さんそれはこれなんだろうと思ったわけですよね。はい、もうその場でもびっくりして、ええ、もうすぐそのベランダから家の中に入って、ええ、カーテンを閉めてもう外を覗く勇気がなかったそうです。あ、やっぱりじゃ何らかの化け物だっていう印象があったわけですか。はい、そうですね、はい、もう本当に怖いものをろくなもんじゃないものを見てしまったっていうことで、それをその何ヶ月か経ってから、ええ、その、まあ、家族で怖い話をしてたら、うん、兄がした話してくれたので、うん、お兄さん、うん、それは見聞の特徴と一致するよって言ったら、うん、兄はそのことをそれまで知らなかったそうで、あ、奄美ちゃん、あれが見聞なんだと。奄美ちゃんが指摘したんですか。はい、そうです。当時おいくつぐらいですか。私は小学校5年か6年ですね。それで、あ、お兄ちゃんそれ見聞じゃないのっていうふうに言ったら、はい、お兄ちゃんはどんな反応。もうすごくびっくりしてましたね。見聞って何みたいな感じですか。見聞って名前は知ってるんだけど、ええ、実際どういうものなのかっていうのは、そのカッパみたいなものだっていうのは聞いてるんだけども、細かい特徴は知らないっていう感じですね。ああ、名前は聞いてるけどそんなに深く考えてなかったみたいな。はい。で、じゃあ俺が見たの見聞だったのって感じで、お兄ちゃんびっくりしたって感じですか。はい、もうびっくりしてました。もううちの母は、うん、もうお前もとうとう見聞見ちゃったのかみたいな感じでしたね。ああ、身内で見聞見た人って普通にいるんですかね。はあ、うちのおじいちゃんがよくそういうものを、その木こりをしてたそうでして、そのおじいちゃんからは話を聞いたことがあるそうです、母が。
おじいちゃんは見聞見てたんですか？見聞やその他のいろんなものを見てたみたいですね。おじいちゃんはまだご存命ですか？もう昭和の段階でも亡くなられました。ああ、じゃあ山仕事やってると結構見るもんなんですかね、化け物を。そうですね、もう山の神様とか見聞とかいろいろ見てみたいですね。ああ、お母さんがはい、山の神様に叱られた話は僕結構好きなんですけど、あれを私も大好きです。あれをしていただけますか？はい、今もお話ししてもよろしいですか？ああ、全然全然、ぜひお願いします。あれはもううちの母がまだ昭和の時期だったと思うんですけど、昭和60年から63年の間ですね。63年ぐらい、はい、はい、それぐらいにお昼寝をしてたそうなんですけど、お家で、はい、そうしましたら、昔からその大工道具が、うちの父が元大工なので大工道具が家にありまして、そこに普段は気をつけてるんだけど、その時はたまたまちょっと気が抜けてて、結果的に大工道具に足を向ける形で寝てしまったそうなんですね。大工道具を粗末にしてはいけないという考え方があるんですね。みたいです。ああ、なるほど、うん、はい、そうしましたら、突然そのコラーっていう怒鳴り声で母が目が覚めまして、うん、見たら母の正面に白い、着物とをつけて、白い長いひげを蓄えて、白髪の、長い髪、平髪の長い髪のもう仙人みたいなおじいさんが立っておられたそうです。もう絵に描いたような、はい、もう本当に絵に描いた仙人みたいな方、仙人ですね、はい、だったそうで、その方がまあ方言で、女が大工道具に足を向けて寝るとは何事かっていうふうに思い切り怒られたみたいで、その場でうちの母がもう起き上がって土下座をして、ごめんなさいと、本当に申し訳ありませんでしたと、はい、お伝えしたら、もう二度とするなっていうことをおっしゃって、スーッて聞いたそうです。お母さんは謝ってる時にこの人は何だろうとかいう考え方あったんですかね？もうその瞬間に、もう山の神様もしくは大工の神様だっていうことは分かったって言ってました。あ、もう神様という確信はあったわけですね。はい、やっぱり山神様と大工の神様ってのは同じなんですか？うちの母は同じものだと思うと言ってましたね。ああ、なるほど。それはその、木こりをしてた祖父から聞いていた山神の特徴に一致していたそうです。あ、そうですか。はい、その後うちの母は、すぐその祖父のところに行ってその話をしたら、お前が見たのが山神様だよって、自分が見たのと同じ特徴だからって言ったそうです。お母さん、母方のおじいちゃんがや山仕事やってたおじいちゃんですか？そうです、母 の父に当たるからですね、じゃあお母さんが早速自分のお父さんに確認したら、はい、それそのまんまだって間違いないという感じになったわけですか？はい、いやでもびっくりしますよね。真っ昼間ですもんね。真っ昼間です。もうなので母もどぎも抜かれたって言ってましたね。いや、真っ昼間だってそれなぜしないですよね。そうです、に突然現れるっていうんですから。それで昭和60年代って結構割と近代化進んでるじゃないですか。そうです、その時代に見るっていうのがすごいですよね。驚きですね。でおじいちゃんが見た山神っていうのはどういうタイミングで見たんですか？おじいちゃんが見たのはもっと古い時代なんですが、詳しくははっきり確認していないのでうろ覚えなんですけれども、どうもその奄美の、その住用村の山のどこかで、朝戸だったかな、どこかの山で、ケーブルを張る工事をしていて、そこでその工事して相棒だったその方と一緒に、夜その山小屋に泊まり込んだそうなんですね。村の名前、漢字はどういう表に表記するんですか？住用町住むに
用字のように町、あ、住用町ですね。はい、住用町だったと思うんですけど、その細かい集落名までは覚えてないです。住用町の、まあ、某集落でケーブルを引く仕事をしていたと。はい、はい、山の中でケーブルを引く、ケーブルを引いて、あ、すいません、ちょっと記憶がごっちゃになってました。ケーブルを引く仕事はしていなかったと思います。何かの用事で、多分木こりが何かで、その時山に入ってた、はい、入っていて、そこで山小屋に泊まり込んでいたら、夜中に、その外から、おいって呼ぶ声が聞こえて、目を覚まして、外を見たら、白髪白髪白ひげの、白装束の、男の人が立っていて、それドアを開けたんですか、窓を開けたんですかね。いえ、その山小屋のこの、その壁の隙間から外が見えたそうです。あ、ちょうどあれ丸太小屋みたいな感じで隙間があるんですね。はい、そうです、そうです。その隙間が結構大きな隙間で、外がはっきり見えるような隙間だったそうなんですね。相棒は目を覚ましてるんですか。いえ、その時相棒は横で寝てたそうです。ああ、じゃあまあなんか呼ばれたから目覚ました、なんかおじいさんがいると。はい、めちゃめちゃ怖いと思わなかったんですかね、おじいちゃんは。その時はもう生きてる人としか思わなかったみたいですね。あ、人がいると。はい、うん。そしたらその後はどうしたんですか。その時にその、まあ、白髪白髪の方が、小屋の中にいるおじいちゃんに、お前たちが張ったケーブルのせいで、鍵道が、通れないと、あのケーブルをどけろって言われたそうなんですよ。それはケーブルを張ったのはおじいちゃんが張ったんですか、かつて。すいません、今までちょっとごっちゃに考えてたんですけど、多分違ったと思います。おじいちゃんは違う仕事で入って山に入っていて、はい、そうです、はい、それで、ケーブル張ったのは他の人がやった仕事なのに、はい、お前らが張ったケーブルで神の道が通れんじゃないかって言われて、はい、それいや俺に言われてもみたいな感じになりますよね。ね、おじいちゃんとしては、まあ、なんていうか、それまでその神様って思わなかったみたいで、何言ってんだこいつみたいな感じで、まあ、人間がふざけてると思ったらしいんですね。あ、 なるほど。なので、もう思わず撃つ真似をしたら、その隣で寝た相棒を撃っちゃったみたいで。撃つというのはなんか殴りつけるみたいな。そうです、そうです、はい、うん、それでそこで、その相棒を撃ってしまって、相棒が起きた瞬間にその男が消えたそうなんですね。ひゃっと消えてしまった方が、はい、ひゃって消えてしまって、その瞬間に、あ、これは人間じゃなくて、神、そういう、はい、神的な存在だったんだと。ああ、それでどうしたんですか。もうそのままその相棒にそのことを話して、もう今夜中ではあるんだけど、もうここにいちゃいけないからすぐ山を降りようと。あ、行ってすぐに降りたそうです。ああ、怖いですね、なんかね。おじいちゃんは他にも山で変な体験はしてるんですかね。他にもなんかいっぱいしてはいるそうなんですが、詳しいことは話してくれなかったそうなんですね。ただその、まあ、山の中で、そのあるはずのない匂いを嗅いだら、すぐに引き返せとか、そういう経験則みたいなものは、母に教えてくれたそうです。なるほどね。おじちゃんがミンキレウアと会った話もしていただけますかね。あれもしていいんですか。ありがとうございます。全然全然、はい、あれはですね、父の妹にあたるおばの旦那さん、父の妹、まあ、はい、父の妹っていうことはおばちゃんですか。はいはい、おばちゃんの旦那さんなので、私にとってのおじですね。あ、おじさん、まあ、血縁関係はないけど、はい、義理のおじさんって感じですよね。そうです、そうです、はい、おじさんが、が、小
昭和の30年代か40年代に、奄美大島南部の瀬戸内町の、あのコニアっていう町があるんですけど、コニアどういう感じですかね、はい、古いに、あの屋敷の、あの陣陣屋の陣に屋敷の屋ですね、コニアと、はい、そこにで何をしてたんですかね。そこで、土木関係の、その、まあ、お仕事、はい、あのその雇われて、そこに、やってたと。旅館かな、はい、旅館か何かに、あの妊婦さんが何人かいて、そこでその、まあ、給料日にその給料がをみんな楽しみに待ってるんですけど、いつまでたっても給料が来ないと、それでそのどうしようってなったら、もう他の人たちはみんなもうじゃあ給料明日まで待ってたらいいよっていう風に言ったん、はい、言ってて、だって取りに行けばいいじゃんと、隣町なんだからと。隣町、今夜の隣町になんかこのお金払ってくれる会社があったわけですね。はい、そうですそうです。ああじゃあ取りに行けばいいじゃんって言うと、はい、みんなどうして、はい、どう言ったんですか。もうそしたらそのみんなもうそのもうこのあそこの、隣町に行くその峠は、そのもう暗いから、暗いというかその怖いからもう取らなくていいと。もうどうせ明日の朝持ってくるんだから明日まで待てばいいじゃないかみたいな感じで止めたんですね。はい、でもそのやっぱり、あの皆さん土方なので、その時に給料でいろんなツケとかを払うわけじゃないですか。まあね、払ってくれないと困りますよね。はい、はい、それでもうその血気盛んなうちのおじが、じゃあ自分が取りに行ってやるよみたいな感じで、その出発したら、行きはもうスムーズに行けて、そこで給料を取って、はい、で戻ってくる時はもうすでにあの日が暮れて、もうその夜なのか夜中なのかは分からないんですけど、もう完全にもう誰も通ってないような状態だったらしいですね。でまあ、峠みたいな感じになってるんですかね。はい、なるほど。でまあそれをとぼとぼ歩いていたと。はい、そうしたら、いつの間にかその足元に子犬みたいなものが、あのまとわりつくらしいんですよ。小動物か。はい、あのうちのおじは幸か不幸かの、あのその当時、その犬が大嫌いだったもので、蹴り飛ばしながら歩いてたらしいんですね。今動画でいろいろ問題になってますけど、まあ昭和30年代の感覚ですからね。そうですね。はい。ね、もう軽くもう足で蹴ってどけどけみたいな感じで、野良犬邪魔だ。歩きながら、歩いてたら、あのふと見るとそのあのまとわりつく数が多すぎると。いっぱい増えてきたんですか。はい。あのそれでよく見たら、みんなその首がない小豚だったと。なんだか変なのがまたりつくて邪魔だって蹴飛ばしてたら、はい、これ犬じゃねえじゃん、しかも豚だし、はい、首もないしみたいなことになったわけですね。はい、そこで普通びっくりしないですかね。それがちょっと不思議なんですけど、うちのおじは あまり深く考えずに、まあ、お酒がなんか入ってたんですかね、深く考えずにそのまま歩いて、峠を越えた瞬間に全部消えたそうです。 おじさんはひたすら蹴飛ばし続けて、はい、だってあのミンキレウアに股をくぐられると死んじゃったりするわけでしょ。はい、であのすごい豪気な人ですよね。そうですね、ミンキレウア蹴飛ばしたなんて話僕初めて聞いたんですけど、すごい、私も初めて聞きました。すごい強気だなと思って。はい、あのただあの本人は、ミンキラオアのことをよく分かってなかったみたいですね。意外と地元だけど知らない。はい、あの知らないのと、あとその霊とかを全く信じない方だったので、そういうものがいるわけないと。はい、あのなので、多分その、まあ、
あの自分の幻覚だろうと。あ、自分の幻覚だと思ってたんですか。はい、あの幻覚か、ええ、幻覚じゃなくてもう気にする必要ないと思って蹴っ飛ばしてたみたいです。いや、非常に豪気ですよね。幻覚でも怖いですね。僕、首がない豚という時点で。そうですね、もう本当にあの何考えてんだろうという感じなんですけど、ええ、まあ、そのようにして峠を一歩越えたらもう全部もういなくなったっていうことで、そのままもう旅館まで帰ったら、ええ、旅館の人たちがもう真っ青にして、うん、待ってて、うん、何もなかったっていうふうに聞いてきたので、うん、あ、お前ら知ってたのねっていう感じだった。なんか変なの出たよみたいな感じだった、はい、旅館の人たちは当然知ってて、はい、知ってたので、うん、もう夜はそこを通ろうとしなかったっ止めたと、うん、はい、その時知ったって言ってましたね。その峠の名前っていうのは分かりますかね。そこがどこなのか、今一つちょっと記憶にないもので、今度ちょっとおじにまた確認してみます。おじさんは地元の方は、ご存知かと思います。おじさんご存命なんですか。はい、まだはい、元気でやっております。ああ、じゃあぜひちょっと聞いてください。それで、ね、お母さんにも聞いていただいて、他にも不思議な話をおじいちゃんから聞いてないかっていうのをぜひちょっとね、たくさんあると思います。あ、やっぱありますかね。相当、はい、山仕事やってる人は相当不思議なことがあるみたいですもんね、山って。そうですね、ただやっぱりそういうことをやっぱり言うと気味悪がられるっていうことで、あんまり言わなかったみたいですね。あ、僕みたいな仕事やってる人間はニコニコして聞いちゃいますけどね、そういう話は。本当そうですよね、もう私どもも大好きなんですけど、やっぱり、集落の中ではまあそう思わない方々も多かったみたいなので、うん、あんまり表では言わなかったみたいですね。僕がね、天海ちゃんに言ったように、名瀬市の市役所の通りのところにミンキレウアが出たっていうふうに民族学の資料に書いてるっていうことは、地元の人もそれは 初めて聞いたって話だったじゃないですか。はい、私も初めて聞きました。あ、そうなんです。意外とあれですね、地元の人が、この場所ってそんな場所だったのっていうのが多いんですね。多いですね、やっぱり世代間の断絶、情報の断絶がかなりありまして、母の世代までは知ってることをもう私どもはわからないっていうことはかなりありますね。お母さん今おいくつですか。うちの母は68です。あ、やっぱりそれぐらいの世代しかもう知ってない。そうですね、もうそこから下の人にはあんまり伝わってないみたいです。ああ、そうなんですか。いや、それでもね、60代に伝わってるだけですごいことですよ。はい、もう本土だと80代じゃないとそういう妖怪の話がしない人が多いですからね。もう70代の人だと、そんな話ないよっていう人が多いですよ。もったいないですね。いや、だからね、日本がね、霊とかね、神の国であるって、霊にあふれた国であるっていう認識がね、もう70代ぐらいからないですからね。やっぱ日本人の霊性が落ちてるっていうのはそのあたりにもあると思うんですけど、納得できます。もったいないですね。日本人の遺産だと思うんですけどね。はい、本当にそう思います。僕は奄美の話で好きなのは、ガジュマルの木をマッカーサーが切って刑務所を作ったから、はい、刑務が出なくなったと。でマッカーサーが死んだから、死んだ後また刑務が出るようになったから、アメリカにマッカーサーをやりに行ってたんだっていう話がすごい好きで、刑務ヒットマンじゃんと思って聞いてて、あれ最強のヒットマンですね。すごいですね。松谷美代子先生が書いてるんですよ、それは。そうなんですよ。で、地元の新聞社の人に聞いたら、はい、どの刑務所だろうか、そんな場所あったのだろうかっていうことを言ってて、はい、それ場所はどっかってもう分かんなくなってるんですかね。調べたら分かると思います。多分先般、おそらく昭和20年代に、奄美とその本土が分離されていた時に、
拘置所を作る、作業の時 の、その伐採の時だと思いますので、あの地元 の、 その民族学の方にお聞きしたら場所も分かると思います。ああ今何になってるかちょっと興味深いですよね。そうですね。ねえ、あの県民にやってもらいたい他の国の指導者っていっぱいいるんですけど、あの日本を脅迫してる人いっぱいいますからね。あのちょっと県民また働いてくれんかなと僕は思ってるんですが、いやでもね、恐ろしいヒントマンですね。はい、いやいや県民は最強ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。またちょっとね、またいろんなことがあって、またあの奄美にお邪魔していろいろお話聞くと思いますけど、最後にまた、あのご自分のお店の、あの告知をやってください。はい、ありがとうございます。あの、はい、こちらは奄美自然のエステっていうお店でございまして、はい、あのインターネットで調べていただけると、はい、あのサイトが出てホームページが出てきますので、はい、そちらのお電話番号からご予約をいただけるとありがたいです。で1時間5000円という非常にお安い値段でやっておりますと。で2時間ぐらいやるとだいぶ疲れが取れるんですよね。そうですね、2時間をするともうすっかりあの軽くなられるかと思います。ああ、じゃあ来年僕が行った時にちょっと2時間やってもらおうかなと思ってますので、ぜひとも、あのお願いいたします。お時間取っていただけましたらもうがっつりさせていただきます、ね、ちょっとこの前触りだけだったので、あの、はい、なんかねもうちょっと完全にちょっと毒素を抜いていただきたいなと僕は思ってますんで、もうこちら の、 あの、本式のコースだとお体を温めながらマッサージさせていただくので、あのいいですね、汗をかいていただくんですよ。ああいいですね、もうぜひ凛太郎先生に受けていただきたいです。わかりました。じゃあぜひお願いします。あの、はい、じゃあまた今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそありがとうございました。はい、じゃあまた連絡しますので、どうも今日はありがとうございました。はい、お待ちしております。ありがとうございます。はい、失礼します。